私ですね、本日は僕はシャカリキボーイでいたいので今回はシャカっていきます。どうやってシャカるかというと、鶏もも肉で唐揚げですね。飲んでる時に唐揚げ出てくるとテンション上がるじゃないですか。今回は静岡最高の柚子唐揚げでございます。これがね、まあうまいのよ。もうね、柚子の風味を切る唐揚げ最高ということで、今回は史上最高の柚子唐揚げ作っていきたいと思います。リュウジのバズレシピということでさ、今回はね、史上最強の柚子唐揚げを作る上で何を大事にしていくかということ、史上最強の料理を作る人間は史上最強でなければいけないんです。わかりますか？そしてどうやって史上最強になっていったらいいかっていうのを皆さんに教えていきますんで、とくと目に焼き付けてる。いでよアルチューマシン2号。ウィーかあ、俺こそが最強だ。ということで、最強の僕が最強の唐揚げを作っていきます。すいません、最強になったところで材料紹介を忘れてたので材料紹介します。鶏もも肉です。胸肉でも可能なんですけども、今度はもも肉、あと柚子胡椒ね、チューブタイプでもいいんですけども、僕は瓶タイプのものの方が瓶、まあ、タイプもいろいろあるんですけども、瓶タイプで柚子の香りが強いものがいいかなっていうふうに思いますね。まあお好みの柚子胡椒使ってください。そしてポン酢です。僕はいつも味ポン使ってるんで、味ポン、はい、あとお塩と味のもと、以上。じゃあまずやっていきたいと思います。まずね、鶏もも肉でございます。はい、こうなってるものをこう半分に切り分けます。まずは、そしてだいたいね、8等分ぐらいがいいかな。で、真ん中切ってもらって、で、ここ真ん中切ると、はい、で、ここを真ん中切る、こんな感じで切っていきます。はい、そしたら肉が入ってたパックをちょっと利用します。ちょっと溢れちゃうかな。で、まずここにお塩です。まあだいたい3分の1ぐらい、これぐらいね、3分の1ちょっと多いぐらいかな。で、まあ3分の1ぐらいでいいですね。はい、3分の1を塩振っていきます。はい、そしてここにポン酢です。ポン酢大さじ3杯。はい、ちょっとね。そしてここに柚子胡椒です。柚子胡椒ね、ちょっと効かせたいんで小さじ1杯ね、ガツンと入れちゃいます。これぐらいですね。はい、ね、これが入ることによって非常にいい柚子の香りがつきます。味の素を1,2,3,4振りです。至高の唐揚げの時はね、もっとね味の素入れたんですけども、今回ねいらない。なぜかっていうと、味ポンに味の素入ってるからね。で、全体的にまぶさりましたら、小さじ2杯ぐらいのね片栗粉もちょっとまぶしておきます。これね、あの漬け汁に入れることによってね、後から片栗粉がねつきやすくなりますんで、なんで片栗粉も入れといてください。で、これで20分漬けておきます。はい、じゃあですね、20分鶏肉が浸かりました。じゃあやっていきますよ皆さん。フライパンに油、鍋底1センチぐらいでいいです。で、ちっちゃい鍋にしてください。これぐらいの鶏肉の分量であれば、ちょっと水気切って片栗粉もアップしていく。片栗粉はね、僕いつも言ってるんですけど、熱くつけてください。じゃあこれを一気に、ね、で、一度温度が上がった油は中火で、揚げていきます今回は。で、これね、漬け汁はね、結構ね、濃いめでやってますんで、これ1日漬けると結構しょっぱいです。なので漬ける時間は20分守ってください。それ以上漬けるんであれば、ちょっとお塩減らしたりとかしてくださいね。はい、調味料を自体をちょっと薄めるとかっていう風にしてあげると非常にいい具合に上がります。で、まあ全体的に上がったら、できましたね。油の処理ね、困る方いらっしゃると思うんですけども、僕はね、火止めて少し冷ましたらキッチンペーパーバーッと入れちゃいます。吸わせて、ごめんなさい、火終わりましたのでやっていきたいと思います。もう盛り付けですね、これね。もうこういうね、本当はね、柚子があればいいんですけど、柚子ってなかなかね季節的にないことも多いんで、ここにレモンを添えて、こちらで史上最強の柚子唐揚げの完成です。それではぜひいただいていきたいと思います。いただきまんの。じゃ。
うまっ。柚子胡椒の香りがさ、効いててめっちゃ美味しい。味もがっつり染みてますよ。なんかニンニクとか生姜とか使わなくてもこんなに香って、こんなに臭みのない唐揚げできるんだなって思いますもんね。柚子胡椒の爽やかさと、あとポン酢のちょっと酸味も効いてて、唐揚げなんだけどさっぱり食べられる。これはやるしかないでしょう。ハッ、チャンス、どうぞ。バンザイ。いただきます。まっ、こんなに味入ってんだ。びっくりでしょ。びっくりでしょ。いや、レモンかけてやっぱしっかり味残ってる。美味しい。頂点野菜、唐揚げ魔王、柚子胡椒の伝道師。いや、すいません、ご座した。そういうことでね、史上最高の様子がね、どうでしたでしょうか。唐揚げ食べたいけどもたれんのやだなとか、さっぱりしたいなっていう方、絶対やってた。これもう超うまいです。なのでぜひ使ってください。そして史上最強ドリンク、あ、いや、ちょっと待って、今日はイデオアルチューマシーン2号。あ、それもつけてた。どうですか、初お披露目でございます、アルチューマシーン2号。もうね、この2つがね合わさればもう本当に無敵です。風神雷神みたいなね。